閉鎖的なのを壊せたらギブをばらまくっていうのをテーマとさせていただいてまして、突っ走ろうかなと思います。よろしくお願いいたします。15分経ったので今から流していきます。読み的に結構紫強く出てるので今から流していきます。山崎健吾さんがやってるオンラインサロンの認定講師っていうのをやらせていただいてるんですけど、そちらの月1、2名サロンワークの収録がありまして、それがちょうど今日今やってるっていう感じになります。ちょっと切りますか。じゃあつなげちゃっていい？一旦この一応こちらのお客様は2回目のご来店なんですけどね、前回の時点で毛先がなかったんですよ今日2回目でね、ある程度はある程度はいい感じになってきたけど、とんでもないベースのお客様が僕多くて、もう来た時点で毛先ないみたいな来た時点で毛先ないしホワイトにしたいですね。すみません。でも最後の砦と思って来てます。そういうイメージなんかそういう打ち出し方別にしてないんだけどなみたいな。やってくれちゃいそうな気がしてみたいな。結構そういうの好きなんですよね。なんか髪の毛ってこう自分がどんだけ髪切れても髪染めれてもパーマが上手でも。どんだけ上手な美容師でも多分自分の髪の毛って思い通りにできないと思うんですね。僕も今リタッチ今日収録とかさせてもらって教える側の立場になってる側ではあるんですけど、今この髪の毛を自分でリタッチしろって言われても絶対できないんですよ。後ろ見えないしってなった時に、じゃあどうしようってなるとやっぱ人に任せるしかないわけですよね。だからどんだけ自分で技術を磨いても自分ではできない領域なのがこう髪の毛っていうかヘアの面白いところだなと思ってて、だから美容師が存在してるんだなって僕は思うんですね。で、まあ、じゃあその美容師の仕事ってなんだろうって思った時に、その美容室に来てくださるお客様の理想のこうなりたい自分像っていうのをこう代行してあげるっていうのが美容師の本質なんじゃないかなって僕の中では答えになって、まあ、それが答えっていうよりかは僕の中での答えがそうなったっていうだけなんですけど、じゃあ自分のところに来てくださるお客様に僕ができることはお客様のなりたいをお客様の手となって代行することだよなと、なんかそれが僕の美容師をやってる理由というか、まあやりたい理由、理想通りになりたいけど自分ではできないから風雅さんに任せますって言って来てくれるお客様をちゃんと自分の手で理想に近づけてあげたり、理想をよりいいデザインにしてあげたりっていうのが僕は楽しいから、マンツーマンっていうやり方をずっと継続させていただいてるっていう感じになります。いやー、なんとか最初シルバーホワイトっぽくしたいって言ってて、毛先はもうブリーチできないよって話だったので、それにしてはギリギリ理想に、理想？うん、超理想です。で、よかったですで、お客様との距離感なんですけど、やっぱり僕のターゲット層は基本ブリーチだったりとか、あとデザインカラーだったりとかを中心にこうやらせていただいてるので、僕今23歳、来月4歳に24歳になるんですけど、大体プラマイ3、4歳ぐらいのお客様が多いので結構若めなんですね。で、若い子でマンツーマンだともうどうしても仲良くなってしまうというか、なんか最初敬語でお互いこう初めまして、風雅と申しますってところから始まるんですけど、大体帰りにはじゃあ今度今日の話の続き聞かせてねみたいな感じで結構帰ることが多くて、ただ僕のポリシーとしてはお客様とはプライベートでは絶対会わないようにしてるっていうのがあって、その
やっぱり美容師とお客様っていう一定の距離感は保った状態で美容師以上の存在になれたらいいのかなって思ってます。だからマンツーマンっていうのは崩さず、自分のところに来てくださるお客様のために自分の時間を 100% 使えるっていうのが僕の理想の働き方なので、マンツーマンでそういうちょうどいいよりちょっと近いぐらいの距離感で美容師をさせていただいてます。こっちにそんな変わることじゃない結構慣れてない方が多いんで、割と携帯触っててもらってこうパッて前見てって言ったところで止まってもらうとか、あとはそのなんか携帯をポッケ入れてって言ってそのポッケ入れてる瞬間で撮ったりとか、結構自然な日常の中にある動きの中で一番可愛いところをこう抜くみたいなイメージで撮ると、結構なんかその人らしさというかその人の可愛さみたいなのが出せるのかなって思ってます。まあ、慣れてる子はもうなんかいい感じの顔してるとか言ってるんですけどなんかその髪服いじってて、目だけ顔どっちだっけでもこれ絶対聞くようにしてます。すごい。 OK、 ありがとうございます。今日は、学生の中から一人モデルさんがいるので、デザインカラー、本カラーの、デモをやらせていただいた後に、なんか皆さんからこう悩みだったりとか、あとその聞きたいことみたいなのをこう集めて、こうみんなでわちゃわちゃ話して、みんなが仲良くなりつつ、僕から伝えられることを伝えられたらいいかなっていう。まあ、やる目的としては、もうみんな多分それぞれ学校違かったりすると思うんだけど、実際会って喋れる機会って今そんなないじゃないですか、コロナ禍で。今日のミッションはみんな仲良くなってもらうこと。何年生？1年生。はい、始めましょう。あ、最初にデモやります。まず、うん、なんか感触がいい。そうです。一応ね、一応感触がいい。もう完全にお任せしたい。まあ、なんかレシピとかはぶっちゃけどうでもいいんですけど、可愛ければ、うん、デザインとしてなんかそこに入れたらそうなるんだ的なことを持ち帰ってもらえる方がいいのかなと。まずはそう入れたらそうなんだへーぐらいでいいのかなって。あとは多分美容師やってる僕をあんまり見たことがないと思うから、実際本当にそんなデザインやるんだっていうのをちょっと見てくれたらいいのかなっていう。ちゃんと見てあげて、同じぐらいかぶさってくるよねっていうのを、なんか途中でそれこうなんですかとか全然あるから、めっちゃピンクになりそうだよねこれ。横向きに動かしながら塗ったりしてあげないと、カラーに関してのことじゃなくてもいいよ質問は。あ、別に白ってわけじゃないありますよね。美容師になりたいなって思った頃にインスタでなんか自分の好きな髪型を作ってる人をめちゃくちゃ探して、でフーガさんの見てフォローして、なんかすごい美容学生に対しての発信とかしてくれとったもんで、なんか何も美容の知識とかないから、私これ言ってもいいのかなって思ったんですけど、今日は来ました。